はい、こんにちは。今日はね、ゴムの木で遊ぼうってことで、前回見つけたゴムの木から実際にゴムを採取したり、いろいろやっていきたいと思います。ちょうどバージョン 1.4 がリリースされて、足が動くようになりました。この辺の新バージョンでの変更点も織り交ぜていきたいと思います。で、まずはこのゴムの木、偶然最初に見つけたやつが運よく実がなる木だったので、これを採集しときましょう。これを持って帰れば今のキャンプ地でゴムの木を育てることができますね。で、新実装されたホルスターシステム、こちら腰の位置に丸があって、ここに物をくっつけることができるようになりました。走ってもジャンプしても落ちません。ここにつけておけば両手が使えるので便利ですね。で、次にゴムの木からゴムを採取してみましょう。適当にダメージを与えられるものを持ってきて、これで木を叩くと、おー、傷をつけた場所からオレンジ色の物体が出てきました。これが生ゴムで、ゴムの原材料になる物体ですね。地面に投げつけてみると、面白い転がり方をしますね。こいつ自体でもそこそこ遊べそうな気がします。生ゴム同士だとくっつけて一つにまとめることもできます。粘土と同じですね。こうやって生ゴムを集めていきましょう。ホルスターはあまり重たいものをつけると、重いものを持ってる時と同じようにプレイヤーの動きを制限することになるんだけど、まだまだいけそうですね。ちなみに横の木は種を拾い損ねたのか、うっかり育っちゃったんだけど、元から生えてた木が邪魔で育ちきってないですね。こういう状態の木は同じように傷をつけても生ゴムは出てこないみたいです。まあ適当に集めていって100キロくらいになるとジャンプがほとんどできなくなるんだけど、意外と普通に歩けてる感じがしますね。手だと完全に持ち上がらないので、単純に重いものを持ち運ぶ時にも便利そうですね。さて、とりあえず塊を作ったはいいんだけど、これだと使いにくいので適当な大きさに割っちゃいましょう。あれ？全然割れない。これポヨンポヨン跳ね返っちゃってるし、ダメージがほとんど入ってないですね。まあその辺で拾ってきたやつで遊んでみます。で、何をやりたいかというと、こうやって木の棒で走り高跳びみたいなことができるんだけど、この棒の先に生ゴムをつければピヨーンって飛ぶことができるんじゃないかってなことでやってみましょう。おりゃー、飛んだ？地面に打ちつけてみた感じ、特に跳ねてる感じはしないので、体重を跳ね上げるほどの力がなさそうだったので、ちょっと大きくしてみたんだけど効果はなさそうですね。まあ一遍置いといて、とりあえず何をするにしても刃物があった方が便利なので軽く作っちゃいます。ついでに生ゴムを焼いてみても特に面白い変化はなかったんだけど、
燃えたまま投げ飛ばしてみても同じように跳ねるのでマリオのファイアボールみたいな感じで遊べますね。あ、危うく山火事になるところでした。ファイアーボールで遊ぶときは周りに燃えるものがないかどうか注意しましょう。刃物が使えるようになったので生ゴムを加工してラケットとボールを作ってみました。えいや、うん、これはなかなか遊べそうですね。ただこの世界には遊ぶ相手がいないのでちょっと寂しいですね。まあ生ゴムだけで意外と遊べちゃったんだけど、ここでゴムを作ろうと思います。ゴムを作るには硫黄が必要なんだけど、この島は一周するのに2分かからないくらいの小島で、硫黄どころか何もないですね。ここに来る道を少し戻れば噴気口があるのは分かってるので、普通に考えればそこで硫黄がゲットできるんだけど、今回ちょうどバージョン 1.4 アップデートでガラスが実装されて、その原料となる珪砂が実装されています。あと氷も実装されてますね。で、今だと新しいマップの手前まで来てるはずなので、もうちょい先に進めば珪砂が手に入るはず。ということでちょっと先まで進んでみましょう。深いところがあるように見えたので歩いていくことにしたんだけど、この深さだったらドローンで行けましたね。まあ取りに帰るのもめんどくさいので歩いて渡っちゃいましょう。あ、渡って早々銀を見つけました。財宝はしっかりゲットしときます。まあしばらく歩いていくと、あ、雪原が見えました。もしかしたら氷があるかも。残念。周囲を見回してみると若干の雪原は見えるんだけど、今の主目的は硫黄で、あっちに見えてる噴気口を目指してるので、寄り道するにしてはかなり遠いですね。どの道遠くで見つけても持って帰るまでに溶けそうなので、今回は氷は諦めます。お、珪砂を見つけました。っていうか実は珪砂は途中で何個か見つけてます。砂漠でなくても意外とその辺の砂浜に転がってるんだけど、結構重そうだったので戻る時でいいやと思ってスルーしてます。とりあえず硫黄はゲット。あ、ホルスターにつけてた銀にぶつかって銀が壊れちゃいました。物を拾う時はホルスターの物とぶつからないように気をつけましょう。よし、珪砂も拾ったので小島に戻りましょう。さて、これで硫黄と生ゴムをくっつけてみると、おー、ゴムが出来上がりました。生ゴムと比べると結構跳ねますね。これでさっきのゴム付き棒を作ってみたんだけど、こいつでも飛び跳ねることはできないみたいです。ラケットを作ってみるとさっきよりさらに楽しい感じに飛んでくれます。じゃあ次はこいつで武器を作ってみましょう。ジャイアントピコピコハンマー。これで
敵を弾き飛ばせるはず。あの辺にでっかいスライムがいるので、あいつと戦ってみましょう。おりゃーこんにゃろこんにゃろあー壊れちゃいましたスライムの方が強かったみたいですね。ちょっとね、あの辺にドローンがいるので、今度はあいつと戦ってみましょう。あー邪魔なスライムが、こんにゃろこんにゃろあーたまにヒットするとちょっと弾き飛ばせますね。でもちょっとゴムが重すぎるのと柄が短かったのでちょっと戦いづらいホームラン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 、こんにゃろこんにゃろこんにゃろ、あーまあこの辺にしといてやりましょう。ということで今回は軽く遊んでみるってことで、ゴムの基本的な動きを確認することができました。まだしっかりと分かってない部分とかあるし、どういうことに使えるのかってところは今後いろいろ試していきたいと思います。でゴムの木の種もゲットできたので、ひとまずもともと作業してた場所に戻ろうと思うんだけど、前回壊れた乗り物をちょっと改造しようと思ってるので、次回は加速装置付きドローンユニットやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。